はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は、信長の野望革新続きをプレイしていきましょうというところになります。まずね、前回人質ビジネスとして、前田刑事がね、武田軍を撃破して金をだいぶがっぽり集めたので、今回その続きになるんですが、まずはですね、この先どうしても足りなくなってくるのが兵糧なので、オランダ人とね貿易をして蛍光色ゲットしましょう。焼き物でいいかな。あと契約も結びたい。ヒスパニア人と新しい新式銃が欲しいんで、必要量が276あるうち333、70足りないね。日本刀じゃ商人からゲットしよう。魚介などくれてやるとした上で、探索で秀吉で探索すれば佐吉が出るよって教えてもらったので、佐吉をゲットしましょう。でさらに今できることとしては何かあるかな。売買かな。売買で群馬これね、刑事のところに送りつけましょう。これを使って武田軍を撃破してくれというお願いをしておきます。そしたら外政で契約しちゃいましょう。イスパニア人と日本刀で契約。貿易はオランダ人とやってるので、これが終わるのを待ちます。でこれ佐吉、三成を雇うイベントですね。見ていきます。さあこれで三成が配下に加わりますと。イスパニアとの交渉は問題ないでしょう、そしたら早速イスパニア人と貿易します、大量にあるものがいいので紙でも送っとけばいいだろう、イスパニア人には。でさらに、そうだな、次の目標は、まずは御所を攻略したいので、御所攻略のための軍を起こしていきたいんですが、どうしようかな。歩兵できるときに歩兵はしておこう。歩兵できる時期は限られてきちゃうので、歩兵できるときに歩兵。武田家が粕山城を制圧か。探索は常に秀吉にやらせておけばいい。建設もできるものないからね今。まずはやっぱり古書だよね。フロイスか。さあ何をくれる？一旦給湯品のものでももらっておこう。
さらにどうだろうな、可能王とかいらないか、シールドってちょっと気になってんだよね。シールド、ただ銀銅さらに絵か、ちょっと手が出ないな。そうするとまず軍事で輸送しておく。何を輸送するかというと、軍馬、これをちょっと待て、軍馬を岩村城に入れておく。もうねむちゃくちゃ強いからね、刑事が騎馬に乗ると。岐阜城に向け進撃か。まあ岐阜城防衛できるだろう、普通に考えたら。かつ早速、おお、いいね横山は。早速人質ビジネスと行こうじゃないか、刑事。承知しました。刑事の強さ甘く見るなよ。観音寺で、マジか。余計なことをしてくれるな、もう信長自ら根絶やしにしてくれる。農民兵ごとき、あっという間に撃破したね。そしたら刑事の人質ビジネスぶりを見よう。何、林秀佐が武田に寝返るかな。寝返らないでしょ絶対。弓の正射ごときでこの刑事は止められんぞ。騎馬隊の威力の見え、騎馬隊の威力、敵部隊壊滅。さすがだな刑事。黒いっすか、どうする。まあ安いもんだけもらっとく。でそろそろ優秀な武将が去っていくときついんで、まあ不満はないにしても全員90代にはしておきたい。常に金がいくらあっても足りねえよ。金工事から返還のした。よーし、人質ビジネスだ。条件提示、金をよこせ。そしたら岩村城から一旦出陣させる。目標は武田。うん、足利ですね。でさらに軍団として編成方針で坂本城を一旦召し上げましょう。成政が入ってる。で観音寺からは信長自ら出陣する。いや、その前に秀吉か。まあ、秀吉でもいいでしょう。で、足利将軍家を滅ぼします。いや不満あるやつ多すぎだろ。何に不満があるんだよ。いや刑事とか不満持ってる。刑事に不満持たれて出奔されたら終わる。刑事一人で多分ね形勢だいぶ変わるんじゃないかなっていうぐらいに強いです。やっぱり徳川から交渉、まあここは技術の交換だな。まあ金でもいいんですけどね。岐阜城か。
どう制圧できるでいいの岐阜城農民隊。カズマスのところで挙兵するなんて馬鹿げてる。さあ吉明が出てきたね。吉明ごとき蹴散らそう。何牧前が寝返るってありえるか。ありえないと思うんだけど。ちょっと待って、一旦止めて。ハチスカ隊は観音寺戻す。が持たなかったか。信勝の舞台がカスだな。まあそれもでも刑事が到着すれば全て終わる。任せ終われ勝本。まあいいでしょう。まあこの辺か。先久め金が欲しいというかしょうがねえな。さあ刑事よ、何を見せてくれる。いいね、秀吉も槍系は連鎖するね。さらにここに来て、誰が討ち死にしたの。ちょっと待って、誰が討ち死にしたか見れなかったけど、見ている。ただ刑事の力舐めるな。刑事一人で御所の一つや二つ。敵部隊壊滅しました。どこの話。一歩たりとも近づけられないぞ。激励職。ゴズメがいるな。やってくれる。誰が討ち死にしたんだ。ちょっと後で動画を見返しましょう。よし、イスパニアとの契約が終了したら再びイスパニアと契約したい。契約が成立したらすぐにでも貿易だ。刑事頼むぞ。いやー刑事マジで頼りになるわ。踏み潰すことになるな刑事が。どうしよう。さらに突進、さらに先駆け。終わったな。刑事一人で二条五条取りましたね。また金むしりに来やがったなこいつら。
踏み潰せ。お味方が城内に突入しました。完全に少々制圧したね。捉えたり。そしたらまずは、刑事はじめ人材はすぐに移動します。カズマス、これらを岩村城に戻す。急いで、でさらに移動で秀吉観音寺に戻す。で御所は任せよう。信兼に任せる。いや信忠に任せよう。しっかり収めてねと。いやー刑事やっぱり圧倒的でしたね、強さが。そしたら人材で登用していきます。優秀な人をね。まず玄義吉明はいらないかな。あとは藤高は絶対欲しい。優秀すぎるからね。あと神泉も欲しいよね。探索、信長自ら探索。いやー本当に刑事の強さ群発ですね。で早速やつらが寝返る恐れがあるんで、加増して寝返りを防止します。80代のやつは一通り、金がいくらあっても足りないけど、大谷義継とかいるで。ちょっと待ってね、こんなところだと契約イギリス無理だし、ポルトガルもきついし、民もきついからな。一旦これで進行していきますか。次の標的どこにするかですよね。御所は取ったんで、まあ、姉小路をひねり潰すというのもありなんですが、まあ、大和かな。筒井家、大和の筒井家を目標にしますか。亀山城に3万の兵が入ってるね。成馬さん武将はそれなりに入っているね。亀山城、まあ、森吉成、浅野壇上長政、和氏入ってるんで、次の目標は筒井家に定めましょう。で筒井家を攻略できればね、もう本当に畿内で三好討伐に向かうか、武田に備えるか、はたまた能登へ進攻して本願寺を潰すか選べるようになると思うので、そういう展開でいきましょう。というわけでちょっと今回短めですが、まあ、しっかりとね、成果は出せたと思いますので、一旦ここまでにして、次回兵糧金、整備した上で大和筒井家攻略をやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。